はい、こんにちは、こんばんは。鬼太郎ファミリーの鬼太郎です。今日はこのワットチェッカープラスを使ってですね、パソコンの消費電力、こちらの方を調べていこうと思います。いろいろね、調べることはできるんですけれども、トリセツもなくしてしまってね、どう使えばいいのかちょっとしばらく悩みました。で、このワットチェッカープラスなんですけど もう何年前ですかね、かなり昔にね、消費電力をちょっと調べてみようかなと思ってね、購入したんですけども、その後使われずにずっとホコリをかぶっておりました。型番の方なんですけども、ちょっとピンボケで見にくいのですが、 TAPTST7 と書いてあります。もうすでにね、販売されておりません。今回2つのパソコンを計測しようと思いますけれども、とりあえず構成などをね、紹介しようと思います。今回消費電力を計測するパソコンは、ヒューレットパッカードのエリートデスク 800G1 タワーと自作のパソコンとなります。オペレーティングシステムはどちらも Windows 10 Pro 64bit です。CPU なんですけども、エリートデスクの方は Intel G1 E3-1281V3 ということで、ハズウェルの世代のCPU となります。で、一方の自作の方なんですけども、 CPU が Intel Xeon E3-1230V2 ということでね、こちらは Ivy Bridge 世代となります。 TDP については、エリートデスクの方が 82W で、自作の方は 69W となっております。メモリーはどちらも 16GB ですけども、エリートデスクの方は低電圧板を使用しております。マザーボードはエリートディスクが、ヒューレットパッカードのオリジナルですね。で、自作の方はアスロックの Z68 Pro 3を使っております。で、グラフィックなんですけども、エリートディスクの方は、GTX960 を使っております。こちら TDP が 120W ですね。で、自作の方なんですけども、こちらは GTX980 ということで、オーバークロック版ですので、TDP が 170W となっております。その他の仕様はご覧の通りです。それでは早速計測していこうと思います。上がエリートディスクで、下が自作 PC となっております。今表示されているのはアイドル状態ですね。特に何もしていない状態なんですけども、エリートディスクの方はね、おおむね 50W ぐらいで、GTX980 を搭載する自作 PC の方は、60W 前後で推移しました。続いては YouTube 動画を再生して消費電力の違いを確認してみました。これについてはどうでしょうね。あまり変わらないということでね、いいのではないかなと思います。同じ動画を再生すればよかったんですけども、ちょっと違う動画を選んでしまったのでね。上のエリートディスクの方が若干字幕が出たりとか動きがあるので、その分消費電力がね、少し上がっているのかなという気はします。動画の再生程度ではあまり GPU をね、使用しないので、こんな感じになっているのかなというふうに想像しております。続いては FF14 ベンチで GPU に負荷をかけていきます。このベンチマークでは GPU に 100% の負荷がかかりますので、消費電力もぐーんと上がっております。 TDP の差は 50W 程度ですけども、負荷がかかった時にはその差は 100W 前後に広がるようです。ここで消費電力の合計が TDP を大きく上回っている数字になっているのですけども、調べてみると TDP というのはサーマルデザインパワー、つまり熱設計電力を表しているらしくて、実際の消費電力とは異なるということでした。 TDP の大きな、パーツとかはね、ということで、熱量、発熱量も大きくなるので、しっかり冷やさないといけないということになるのでしょうか。はい、ということでね、今日は2台のパソコンで消費電力がどうなるのかを見ていただきました。
まあ960とね980 TDP ね 50W ぐらいしか変わらないので、まあその差ぐらいかなと思ってたんですけどもね、まあこの TDP っていうのは最大消費電力を表すものではないということでね、大きな差がつきました。冬場はね、まあヒーター代わりなんてね言う方も見えますけども、まあ夏場は暑いし電気クーラー、エアコン代はかかるわでね、懐に優しくないので、まあ消費電力のね少ないパソコンね持ちありますので、そちらを中心で使っていこうと思います。それではね、最後に消費電力の最も高かったシーンを紹介します。まずはエリートディスクからです。最も消費電力が高かったのはこの人混みのシーンで 195W まで上がりました。続いては自作 PC の方です。こちらの自作 PC ではペガサスに乗って空を飛ぶシーンで最大消費電力となりました。最大消費電力は 297W で、まあ、300W までね行くようなことはありませんでした。ちなみにこの自作 PC には古い 500W の電源がついていたのですけども、その時 GTX980 を取り付けたらベンチマークの途中でシャットダウンしました。まあ、ということでね、今 650W 電源をつけてあるんですけども、まあ、この GTX980 結構ね電気食うみたいですのでね、まあやっぱり 600W ぐらいは必要なのかなと思います。 GTX980 の推奨電源は確か 500W ぐらいだと思いますので、まあ動いてもいいんじゃないかなというかね、 Windows の起動まではねできたんですけどもね、まあ多分古い電源だったんでね、効率が、まあ、多分ね悪くてダメだったんじゃないかなと思います。消費電力の話に戻りますが、まあ、私の予想だとね今この映ってるシーンで最大消費電力を記録するのではないかなと思っておりました。はい、ということでね、そろそろベンチマークも切りのいいシーンとなりましたので、これにて動画を終了いたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではさようなら。